イエン・サリは、カンボジアの政治家、民主カンプチア政権で副首相、外相を歴任。死去するまで、クメールルージュ内部で、第三位の地位にあったと言われる。イエン・サリは1925年、フランス領インドシナ、高知シナのカンボジア系少数民族の裕福な地主の家に生まれた。誕生時の名は、キムチャンで、父親が亡くなり、プレーベン州の親類に引き取られた時に、 イエン・サリと名付けられた。当時の最高学府であるリセシソワットに進学し、そこで妻となるイエン・シリトと出会う。1951年からパリに留学し、同年現地において結婚した。シリトの姉キューポナリーが、後にポル・ポトと結婚すると、サリとポル・ポトは義兄弟となる。1957年に帰国し、その後は私立幹部ボット高校において教鞭を取り、 1960年9月のクメール、人民革命党第2回党大会において党中央委員に選出され、党内序列第5位となった。さらに1963年2月の党大会において党政治局委員に選出され、序列第3位へ昇格した。同じ頃、カンボジア各地において暴動が起き、政府の作成した 破壊活動分子34人に名を連ねることになった。1963年5月に地下潜伏し、東部コンポンチャム州の大百極基地に移った。ロンノル将軍のクーデター後、1971年9月にカンプチア王国民族連合政府の政府国内特使という肩書を得て、北京のシハヌークの目付役となる。百七十六年の民主カンプチア政権の 呪立後、4月14日に、ポルポト内閣の副首相兼外務大臣に任命され、1978年には、民主カンプチアと国交を呪立した日本を訪問して、当時の園田正史外務大臣と会談しており、1979年まで、務めた。1978年7月17日、バンコクで、記者会見を行った際に、カンボジアの人口推計を公表するとともに、 外部に伝わり始めていた大虐殺の事実関係を否定した。また、ベトナムとの間で戦闘が発生している件について、ベトナムは1970年以来、インドシナ連邦に加わるよう迫ってきたが拒否してきたと、し、ベトナムとの関係に亀裂が生じていることを表明している。また、同年10月にはフィリピンを訪問。現地の記者会見でベトナムとの国境紛争に触れ、 ソビート連邦がベトナムに兵器や軍事顧問を供給しているとして非難した。1979年にベトナム軍が侵攻すると西部国境沿いに逃れ、そこでデディラ戦を展開する。1996年に政府軍に降伏するまでパイリンを拠点にクメールルージュ支配区の西部地域を支配していた。同地域は宝石と木材の産地で、 タイトの取引で莫大な利権を生み出し、さらに住民の間に現金経済を徐々に浸透させていた。この資本主義的傾向が北部アンロン弁の強硬派幹部たちを激怒させ、最強硬派の多目が住民の私有財産を没収する命令を出すに至る。これらのイデオロギー的な確執と立憲をめぐる対立から二人の軍司令官により説得され、 1996年8月8日に、サリは3000人の兵士と共に、プノンペン政府に投降した。9月14日には、ラナリット、粉仙領首相の要請により、シハヌーク国王が、サリの恩赦に署名し、これにより1979年8月の人民裁判における死刑判決が取り消され、また非合法化された、クメールルージュに加わっていた罪が問われなくなった。 同時に、パイリンが事実上、彼の統治下に置かれた。しかし2004年7月に、心臓発作を起こし、治療のため、タイに送られた。しかし、国際社会の努力と、カンボジア政府の力で、ポルポと政権時代の虐殺が裁かれる、カンボジア特別法廷が設置されると、2007年11月、プノンペンの自宅で、戦争犯罪と、 人道に対する罪で逮捕された。翌年には、妻の家に尻とも捕まった。2010年9月、他の幹部らと共に起訴され、裁判を受けていた。2013年3月14日、プノンペンの病院で死去。87歳つ。ありがとうございます。